まどかに惚れてたっていうのは本当に、あ、まどかさんが、はい、早川まどか毎週がもう喜びの連続で、てっちゃん肉体的には厳しいですけど、って感じですレンジロードは最後ちょっとひかるちゃんかわいそう、ひかるちゃんはね、あ、なるしかなかったの松本さんってどういう人だったのだけちょっと聞いたかったんですか。仕事場に行くとよく仕事場のガラス窓が割れてたり、お電話が壁から引き抜かれて叩きつけられてたりするので、 お願いします。まどかに惚れてたっていうのは本当ですか。あ、もう俺はすごいですよ、はい、すごいですよ。まどかが、はい、あ、まどかさんが、はい、あやかまどかまどかさん、うん、毎週毎週誕生してくる、はい、その全ての瞬間に立っちゃってるわけです、うん、はい、そうですね。現行で生まれてくるまどかは、うん、もうね、はい、あの頃の俺ってなんか神みたいなもんに猛烈に感謝してますって。え、自分もペン入れるんでしょ。もちろん、ま、そのまどかにペン入れてるわけですよ。まどか触っちゃうわけでしょ。もちろんです。だからまどかの誕生したあらゆる瞬間、毛先まで全てに関わってるわけですよ、うんうん、猛烈に、なんて言うんでしょう、幸せでしたよ。そういうのあんだ。いい話だな。まどかの下書きを作るために、はい、あの写真集とか投稿写真みたいな雑誌とか、うん、あと水着写真とか資料集めてて、はいはい、でそれいつも床に散らばってるんですけど、はい、もうそれを見るのがまた楽しくて、はい、こっから生まれてきてんの。純粋だな。毎週がもう喜びの連続で、いいな。てっちゃん肉体的には厳しいですけど、うん、もっとくれよって感じです。それはいくつぐらいの時、22、3、4ぐらいかな。だって純粋かもしれない。オレンジロードはすぐ平さんデビューしたもんね。オレンジロードの、ね、最終は手伝いに行けなかった。うん、うん、であのウィザードっていうバスタードの1話目の読み切りは、うん、アシスタントをやりながら並行で書いてて、うんうん、でそれで仕事が取れることになったん で読み切りその後立て続けに書いて、うん、いやー、窓角は離れるのが嫌で。松本先生が俺が抜けるとやっぱ戦力的には減るじゃないですか、はいはいはい、でもう連載の準備してて大変なのは分かってるんだけど来てくんないとか電話かかってきて、はい、無理ですよ先生みたいな。いやいいな、うん、いやでもあれ言ってたら担当は同じだからね、はい、殺されてたお前何してんだっていう。ふざけ、あ、その時はもう松本泉先生の担当じゃなくなったんですよ、その高橋さん。はいはいはい、うん、そうでした。それ石森先生のアシスタント辞めた後の永井先生が時々手伝いに行ってたみたいな話。でも気持ちわかるな、ね、うん、かぶりますよね、うん、でもレンジロードは最後ちょっとひかるちゃんかわいそうって、うん、あ、そうだね。ヒカルちゃんがちょっと痛かったよね、うん、でもね、あれ絶対通り抜けなきゃいけないとこなんだよ。うん。なんか遠いところを見る目をしてた。今 何見てた。知り合いの話みたいな。どうしてもね、ヒカルちゃんはね、ああなるしかなかったの。そうじゃないとダメだった。うん、なんかさっきちょっととんだカップルの話とかしてたけど、と、うんだ、うん、カップルの最後の方は声をかけずに見送った、うん、はい、うん、でもヒカルちゃん正面からぶつかっていったんです。そうだね、もう本気でラブコメ見てますね。いやもうその世界とにかく好きだったので、はい、足立先生とかね、はい、高橋留美子先生とか、うん、だからオレンジロード大好きで、あ、これ奥様は魔女みたいに作ってるセンスいいなってずっと思ってて、奥様は魔女でラブコメ作ろうっていうその発想が、まあ高橋留美子先生もちょっとそういうとこあるなと思って見てたんですけど、はい、うんうん、ヨードラかと、で超能力者主人公ってどういうラブコメなの、うん、そういったそのでちょっとだけおしゃれ、うんうん、松本さんってどういう人だったのだけ聞いたかったです、ね、ああ松本泉先生、はいはいはい、ね、先生が亡くなった時にいろんなあの同人のつてを頼ってイラスト集みたいな、はいはい、追悼文を作ったんですけど、はいはい、その時ね追悼文を書きすぎて、はい、ページ数の都合で絶対入らないんで、これはウェブにありますよ、うん、X にあったのかな、あったんですけどね、とにかく怒ることが全くない先生でした。ダーティー先生も怒ったことなかった。名前はすごい怖そうだけど、うん、ダーティー先生はね、はい、野球が好きで俺のノックが下手だって怒ったことあったけど、そこで怒るんだ。萩原のノックは全然下手なんだみたいな。先生バットで打つんじゃなくて投げちゃダメですかね、うん、とか言ったら、それじゃノックにならないんで、すご
ごいいい話、うん、でも漫画家の先生で怒る先生に俺会ったことがないんで、助っ人に行っても大体ね、うん、皆さんいい方で、逆にそんな恐ろしい漫画家がいることがちょっとピンとこないんですよ。そのスタジオから K 先生はあの、うん、おにぎりウェットタイプしか食わない、間違って後から海苔を巻くパリパリタイプのおにぎり買ってきたやつはもう一回買いに行かされるみたいな、そういう意地悪だったことないみたいな感じ、会ったことはあるんですけど、はい、とてもそういう人には見えないなみたいな、お酒飲ませてもらったこともあるし、朗らかな人だった。で柔らかくて、はい、でもね、千葉に呼ばれて仕事場に行くとよく仕事場のガラス窓が割れてたり、電話が壁から引き抜かれて叩きつけられてたりするので、どうしたのかなと、寸前まで担当の高橋さんと打ち合わせやってたんだろうなと、はいはいはい、でね、暴れてたんですか、あの二人はもうガンガン行く方 で、はい、でものすごい口論をやった挙句、やめるやめない、来週も書く、今週も書く、いや書かない、であのソアラに乗って逃げ出したとか、追いかけてて捕まえたとかっていろんな話があるぐらいだった。先生は打ち合わせで全ての土器みたいなものは使い果たして燃え尽きた状態だったんだと、でもそれはアシスタントには見せなかったですね。絶対見せなかったです。わかるだけです。いや俺なんかそれに比べてイライラしたりして恥ずかしいなみたいな、うん、松本先生は逆にどういう漫画家好きな人？細野藤彦先生、あと紬拓先生大好きで、意外、いやいやいや、もうホットロード見たくしたいんだっていつも口癖の、オレンジロードだもんね。オレンジロードだけ被ってる。ロードだけ被ってる。でもホットロードの方が後だったんじゃないかな。わかんないけど。どっちが被ってたの？86年だから。それで高橋さんっていう担当さんと毎週喧嘩してたのかな。ホットロードはダメだろみたいな。少女漫画の影響もあったってこと。いや、先生は少女漫画大好き。でもさ、アニメの影響がやっぱり大きかったよね。猪俣むつみ先生とかさ。その話ちょっといいですか？俺が松本泉先生に雇ってもらえたのは、はい、うん、応募のイラストに猪俣睦美先生の模写を入れたからだ。そうなんですか。絶対そうだと思う。あ、うん、はあ、個人的にもつながりは、ね、はい、何度かお会いしていただいたことがあって、はいはい、一緒に酒飲んだりとか。あ、いいです。いや、飲みすぎて全く記憶が残ってなくて嬉しくて嬉しくて飲んじゃった。で、高円寺の仕事場にも来てくれたんだけど、記憶がこっそり抜けちゃってて、はい、でもあのなんかあの原稿用紙見たら猪俣先生がサラサラサラって絵描いてくれる、レダかなんかの陽子ちゃん描いてくれる、はいはい、なんでこんなもんがここにあるの覚えてないですか、どうしてなのみたいな覚えてなかった。そういえばベロベロに酔っ払ってフランス人がいてみたいな感じでフランス人って誰なのみたいな先生と橋本松井先生が2人で仕事場に遊びに来てくれて、はいはい、であのうちのスタッフもみんなやったので、あのうわーみたいな感じになったとこまではなんとなく覚えてたんだけどその後が全然思い出せなくて、あの窓かのさ毛量がどんどん増えるじゃない、うん、そうだね、あれ辺やっぱ沼田さんの影響が出たりね、初期はここまでこう毛量がなかったんで、でもこの頃すでに増え始めてた時期で、うん、あ本当、うん、だからね、本格的に顔が斜めになってる時に奥の方の目と手前の方の目にこのパースをつける、うん、これかな、はいはい、パースをつける描き方を先生、うん、よくするようになったけど、これ沼田さんの、はいはい、まあ星野さんもよくやってたし、ね、やってたやってた、うん、金田義則、ね、金田さんやってたね、はい、俺は漫画警察だから、はい、警察の相当強い警察ですから、最初松本さん見た時、水島徹さんって分かる？あ、分かる。水島徹の絵柄に似てたんだよ、初期の頃松本さん。最初の頃そうだったかもしれない、ね、うん、あの水島徹の漫画でさ主人公の名前が京介くんっていうのがいるんだけど、あの京介はこっから撮ったんじゃないかなって俺は漫画警察で思ったことがあって。そうかな、なるほどね、うん、あ、ちなみに、うん、この辺描いたの全部俺だわで、これこっからここまで全部カラートン貼ったのも俺だわ、うん、あ、いや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 、うん、すごい話ね。でもね、この腰の投げ方とかすごい実はちょっと影響を受けたんだよねこれ、うん、でも下絵は全部先生だから、はい、うん、途中まで先生が絶対これペン入れてる。あ、そうなんだ。でも服の中のディティールとか全部、あ、でもそれっぽいな、うん、でもアニメのセルみたいなカラートーンの貼り方をしていいよって言ってくれて、うん、俺ね、ずっとカラートーンでアニメみたいなことできるよと思ってて、漫画もスクリーントーンであの立体的に影作れるはずじゃんとかずっと思ってて、うん、ただね、描き込みのが圧倒的に早いんだよね、うんうんうん。